はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回ですね、プレイしていくゲームはディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフの続きをプレイしていきたいと思います。前回までですね、カフェのオープンを、誠心誠意やってきたわけなんですが、今回はですね、カフェも発展したということでミッキーたちを呼んでパーティーを開くというですね、一大イベントをやっていきたいというふうに思います。早速始めていきましょう。一体どんなパーティーになるんでしょうね。ミッキーたち、ディズニーの仲間たちを呼んでパーティーをやるなんて、これ実際のディズニーでやるとむちゃくちゃね、金かかりますけどね。そしてすべてのカフェのメニューが売り切れして完売おめでとうになってますね。ちょっと作りましょう。そしたら料理が売り切れちゃってるんで、ペコスがめっちゃ入ってきたな。5370ペコスを受け取りましたけど。そしたら料理作りましょう。これね、料理作っとかないとペコスがね、入ってこなくなっちゃいますからね。ただミルクベリーがもうないな。素材集めも結構めんどくさいですね、これ。なんか自動で誰かが集めてきてくれるみたいな、モンハン的要素があるといいんですけどね。さて、料理を補充したのでパーティーを開きましょうか。そしたら画面の下の画面ですね、 3DS の下の画面の方の右下、パーティーというのがありますので、パーティーをやってみましょう。招待するディズニーの仲間たちというのがありますね。12ポイントあるとグーフィーとか来てくれるんだ。今回は、5ポイントを使ってミッキーとグーフィーじゃなくてプルートですね、呼んでいきましょうか。お、手を振ってるぞ。おお、ミッキーとプルートが来てくれた。ちょっと早速話しかけに行っちゃおう。遊びに来たよ。ワン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 。プルート元気いいな。すごいや、とっても素敵なお店だね。ステージまであってダンスも楽しめるなんて。そうだパワちゃん、せっかくのパーティーだし、みんなで一緒に踊ったらきっと楽しいと思うな。なになに、ミッキーと一緒に踊れるの、すげえなこれ。ディズニーランドのポリネーシアンでやってるショーだとね、選ばれし人は前に出て、踊るっていうのがありますけどね。まあここでもそんな感じのイベントが行えるパーティーなんですかね。うん、ダンスを始めようということでダンスをしていきましょうか。このミニゲーム的な要素なんですかね。ダンスショーを楽しもう。いよいよダンスショーが始まるよ。ダンス中は下画面をタッチして好きなカメラで楽しもう。好きなカメラで楽しもう、どんなんだろう。下画面のゲージが溜まったら A ボタンでアピールタイムが始まるよ。選んでいたカメラによって誰と一緒にアピールするかが決まるよ。十字ボタンで挨拶ポーズを決めて、いつでもスクリーンショットで撮影しようね、と。なるほどね。ちょっとやってみないとわからないですけど、きっと、ミッキーとかプルートとかとうまく合わせていくんでしょうね。ダンスショーをじゃあ早速始めていきましょうか。お、今ミッキーだ。なるほどね。おお、踊ってるね。ちょっとやっぱミッキーかな。おお、かっこいいなこれ。アピールタイムがどんどん増えていってるんで、これアピールタイムがマックスになるときっと何かできるって言ってましたよね、さっきの解説だと。
お、アピールタイムだ。始まったぞ。お気に入りのアピールをしようとアピールアクション。なるほどね。さあ、アピールタイムがまた溜まってきてますよ。アピールタイムが半分までいきました。これでもう一回アピールタイム入れるかな。できればもう一回アピールタイム決めたいけど、どうだ、アピールタイム来るか。来るぞ、アピールタイムが来る。来たー。上向いたり下向いたり。アピールタイムはそんなに長くないですね。そして風船を一人持っていると。バッチリ決まりましたね。さて、嬉しいな。上手なダンスだったよ。やっぱりみんなで踊るとすごく楽しいね。こんなに素敵なパーティーができるなんて、このカフェは最高だよ、とミッキーから最上級のお褒めの言葉をいただきましたね。お、そしてカメラくんだ。パワちゃんさん、カメラくんだよ。みんなの素敵な思い出を写真に撮るのが大好きなんだよ。このパーティーの思い出に写真を撮りましょう、と。撮りましょう。今回はミッキーとプルートでしたけどね、この先ミニー呼んだりグーフィー呼んだりとかいろいろできそうなんで楽しみですね。さて、特別な記念写真ということで、ディズニーの仲間たちが遊びに来てくれた時にカメラ君が記念写真を、撮ってくれることがある。これフォトパスみたいな感じですね。カメラ君からのシャッターの掛け声に合わせて十字ボタンの挨拶でポーズを決めようと。了解です。横を向いてしまった。撮り直そう。これはさすがに。お、いいのが決まりましたね。そしたら撮影メニュー、あ、この写真保存するですね。保存した。いやー、こんな写真ディズニーランドかディズニーシーで撮りたいな。今のはパズルフレームだよ。素敵な思い出ミラクルショットを通るとパズルフレームが手に入るんだ。噂だと。そのパネルは収める不思議な本があるらしいよ。なるほどね。この不思議な本をきっと集めていくっていうのもあるんでしょうね。ドリームブック。さて、店長からオーナーとっても素敵な写真が撮れましたね。初めてのパーティーも無事に開くことができました。名残惜しいですが、パーティーをお開きにしたいときは私に話しかけてくださいね、と。これもう一回きっとできちゃうんだろうな。まあでもいいかな。またお金かかりそうですからね。さて、プルートは？おー、吠えてるなプルート。クンクンしてきたな。さて、じゃあパーティーの方は一旦終了しますか。パーティーをお開きにしましょう。1万ペコスを受け取った。すげえ金持ちになってきてんな。おお、そしてまた売れに売れてるな。シールもゲットしたと。もう金がガンガン入ってくるようになったな。さてと。というわけで、今回はですね、ちょっと短いんですが、キリがいいので、ミッキーとプルートを呼んだカフェでの初めてのパーティーの様子をご紹介しました。次回はですね、この続きをプレイしていきたいというふうに思っています。ぜひぜひ、続きの方もですね、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。というわけで、最後、続きね、次回の展開どうなるかっていうのを見ながら、今回は終わりにしたいと思います。